エンハイペンがアメリカのビルボードチャートで、アルバム、音源ともに有意義な成果を成し遂げた。23日、米、ビルボードが発表した最新チャート、7月27日付、によると、エンハイペンのセカンドフルアルバム、ロマンス、アントールドがメインアルバムチャートビルボード200において自身最高順位の2位にランクインした。このアルバムはまた、トップアルバムセールス、トップカレントアルバムセールス、 ワールドアルバムでそれぞれ1位を占め、バイニールアルバム10位に上がるなど計5つのアルバムチャート上位圏に上がり存在感を放った。タイトル曲、XO オンリー・ y フ、yes ・ユーセイ・イエスも、ビルボードソングチャートで好成績を収めた。同曲は、グローバル、米国を除くと、グローバル200にそれぞれ53位、84位でチャートインした。 これは二つのチャートに名を連ねた彼らの楽曲の中で最も高い順位だ。同曲は、ワールドデジタルソングセールスでは、2位を記録した。ロマンス、アントールドは、自分をより良い人にしてくれる君に忠誠を尽くす少年のストーリーを盛り込んでいる。そして、XO、Only If You Say Yes は、ロマンチックな歌詞とときめきを抱かせるパフォーマンスで甘い変身を見せ、グローバルファンの反響を得ている。 エンハイペンは27日、アメリカ・ロサンゼルスで開かれる、K-Con LA 2024に出演し、現地のファンと楽しい時間を過ごす予定だ。